どうも、エジンさん無限チャンネル、一流のやつだ。一流のタケロ、一流の一流のジョー、エリオのタケユウとってもしょうがない企画やっていきましょうってことなんですけどね、今回の企画題して弾丸で気配切り。まあ気配切り、まあ最近流行ってるじゃないですか。最近ちょっと前やけどな、もうまあ残念ながらちょっと気配切りのブームには乗り遅れたんですけれども、はい、またね、一回量二回量加えればこのブーム乗れます。なんで、まあ僕たちのまあ今までの動画、まあ今までの一番僕たちが好きな動画、まあ、スタンガンを使った動画があるんで、まあそれはまた見ていただくと幸いなんですけれども、まあ、僕たちこうスタンガンがこう使える人間なんで、そのスタンガン気配切りをして、まあ、対決していきたいなと思います、はい、で、ルールとしては、はい、顔と、まあ、セクシーゾーン、うん、ここに当たると危なすぎる。マジでそれは覚えろ、大変なことになるので、うん、ここだけ、ここだけ、うん、でもしゃがむとかもなし、どんだけ、まあ、犠牲になっても乳首、うん、乳首はもう最悪、いやーでかいからな、これ失ったら乳首は最悪なくなったらドンマイと、まあ、そういった形でやっていきます。で、負け残りで、だから一緒に1発は2発スタンガン送らなければならないとまあそういう仕組みで負け合い切り大会やっていきたいと思います。それでやっていきましょう。はい、ということでスタジアムを完成しました。ここからは二人にもう誰がどこにいるかわからんように、でかい音でイヤホンで歌聞いてもらってるんで、今こそっと移動させて初期位置作っていきたいと思います。位置についてよーいと。どうぞどうぞ。怖い、待って、痛い、待って、痛い、いやいや、何今の、両の勝ち。それでは1についたので、ただいまよりアツヤ VS 竹ひろの勝負です。それでは用スタート。手弾くの有効だかもしれん。確かに落としたほうがいいわ。それではただいまより負け残り決勝戦、武井 VS 厚谷で勝負をしたいと思います。それではいきます。よーいドン。やれ！痛っ！マジか、乳首やほぼ。マジで難しいよこのゲーム。手汗やばすぎて一回竹井の体捉えてんのに引き金引かれるよ。あー、くそー。っていうことで、
終わりました。疲れた。マジで一戦だけしかしてないのに疲れてるもん。どうでした？いやもうマジでここ10年ぐらいでトップ10入りするぐらいヒヤヒヤしたし、おもろかったな、これ正直。マジでおもろかったな、ほんまに。おもろかった、すごいおもろかったわ。マジ俺正直知る出すぎて、知るっていうのアドレナリンのこと知るっていうのはお前独特やねん。いや知る出すぎて試合ほとんど記憶ないわ。マジで。歯医者どうでした？いやー結構痛かったけど、アドレナリンが知るが出すぎて、普通の3が5分の1ぐらいは痛いっちゃ痛いけど、痛くなかった。知るで痛み軽減されたね。まあということで、これぶっちゃけめちゃめちゃおもろかったっす。もう皆様も友達ってことをやるのは別にお好きにどうぞって感じですけども、なんかあっても僕たちは責任取らないんで、そこだけはご了承お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。グッバイ。チンチンチン家賃300円。